お疲れ様です。ポンタです。今日も信長の野望、波動実況していきたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。で本日なんですけれども、こちらですね、はい、紹介していきたいのは、片倉北さんになります。片倉北さんはですね、伊達政宗の乳母さんになりますね。はい。まあ、乳母なので、まあ、めちゃくちゃこう、優秀な方だったと言われてるんですけれども、面白いのが伊達政宗を支える名将の鬼庭綱元と片倉小十郎景綱っているんですけど、この二人のお姉さんだったんですね。どういうことかというと、片倉景綱の、お母さんが共通していて、で鬼庭綱元とお父さんが共通してるんですよね。競馬かよって感じなんですけど、はい、鬼庭家を離縁した後、片倉家にお母さんが嫁いでて片倉小十郎を産んだっていうことで、うん、お父さんはオディニアと共通、ハムアネ、片倉景綱とはお母さんが共通、ハムアネとなっております。まあ、相当、はい、優秀な、なんだろう、遺伝子だったんだろうなというところでございますけれども。で、しかも彼女はね、豊臣秀吉にも非常に高く評価されたっていうところで、相当優秀だったんだろうなと思うし、伊達政宗のコンプレックスを解消したとか、はい、片倉家の旗差し物を開発したとかね、まあ、そういう意味におきましては、かなりの、相当の、はい、デザインセンスもあったというところで、もう言うことないですね。うん、美しいと言われてますし、それだけのこう能力があった東北一の、女性と言われた彼女、片倉北はですね、天保850になっております。で彼女、技能がですね、もう相当いけていて、戦法もいけてます。しかも結構、なんていうのかな、単なるぶっ壊れっていうんじゃなくて、うん、なんか頭を使えばすごく輝くみたいな感じで、僕結構好きですよね。なんか渋いなと思いました。まず一つ武躍ですね。攻撃速度が、5% 増します。攻撃速度が増すというところで、まあ、5% 増すというところで、シンプルにね、攻撃速度が高まるでございますけれども、はい。で、持ってる武将たちが一流でございまして、はい。上杉謙信、織田信長、本多忠勝、伊達政宗、一流どころしか持ってないんですよね。蒲生氏郷とか織田信長とか。こういう、まあ、こういう武将と組ませてあげると攻撃速度が速くなるというところでおすすめかなと思います。伊達政宗ですね。はい。で片倉北、僕てっきりこのシーズンいないと思ってたんですけど、ごめんなさい、一昨日かなんかの動画でいない、出るの待ってますって言ったんですけど、めちゃくちゃいましたね。でごめんなさい、こちらのねガチャの方で普通にいますので、屋敷パックの中にいましたので入手できますのでよろしくお願いします。申し訳ございませんでした。謝ります。っていうところで、まあ、彼女なんですけど、まあ、彼女はどう優秀なのかというところなんですが、技能がですね、武略を持っていて、軽乱なんですね。これが彼女だけの特別スキルで、舞台内の女性の人数 ×2%、舞台の攻撃部位、知略が上昇しますというところになっているので、いいっすよね。女性が多ければ多いほど強くなるというところで、公職っていうのよりも非常に爽やかな感じなんですけど、公職はね、男側なんで、なんつう技能なんだって感じです。絢爛は素敵だなって、彼女しか確か持ってないのかなと思いますね。30レベルなんですかよ、というところです。で、この技能につきましては、女性が多ければ多いほどというところ、女性の多い舞台を使っているところにつきましては、まあ、強くなるので、ロマン法というかですね、はい、楽しみだなと思いますね。そういう舞台に作る楽しみができるかなと。でこうなってみると、誰に入れるかなんですけど、まあ、弓と、はい、鉄砲が強いので、弓部隊か鉄砲部隊に入れるのは素直かなと思いますね。で黒釣り鐘、激震発生率を 25% 上昇、自身と一門衆を含む味方2部隊、大前を付与というと。大前は弱化を防ぐと。状態変化を受け付けなくするという、混乱とかしなくなるということで、お守り代わりにいいかなというところになってございます。知略 200% の攻撃は3部隊。強いですね。となっています。うん。で秘伝の方が3種資源調達。そして、部隊内でつながった配置の武将と同じように合計4以上、かなり難しいんですけど、4以上で木材、石材、鉄鋼の量プラス 2% と、調達には非常にいいのかなと思って、最大 12% となってますので、余ったね、最大にすれば調達部隊にする上でおいて、かなり強いかなと思います。結構マニアックではございますけれども。うん。ってなってます。で、口利きもいいですよね。無駄にならない。交易費の獲得量がプラスされるというところで。うん。東北で口利きを持っているというところでね、交易に使えるんじゃないかなと思います。どんどん仕入れてくださいよっていう
髪がないんだよ髪がって感じになってございます。はい、姫を持って軍師も持って同じ服、女の人で軍師持ってるってかなりイケてますよね。来ただけじゃないかなと思います。じゃあどういう風に繋げていくかなんですけれども、まあ一つは、まあ、いくつかありますよね。まあ、あの今川氏康と積み組んでいて、まあ、初期から結構有名なこのパターンですけど、大院摂斎の、はい、左側に寿桂尼がいて、寿桂尼と同じく、その右側で縁二つつながるので軍師と教養っていうところでね、ここであの弓部隊を支えてあげるっていうのも一つ一手かなと思います。まあ、これをね、なんだろう、今川義元こっちにした方がよりなんていうのかな、あの別今川義元別の義元にしたら武略が重なるんですけど、残念ながらそうしてしまうとね、あのそっちの義元は弓が苦手なので A なので少し弱くなっちゃうので、基本的には、はい、こういうこっちの方で使わないかなと思います。ここに差し込んであげるっていうのはいいかなと思いますね。今まで石川一正がここの役目だったのかな。石川一正はちょっと 弱いというか再起参謀があって、まあ悪くはないんですけど少し地味めでございましたので、うん、ここに彼女を加えてあげた方がより強くなるかなと思いました。片倉北とかね、あと一つはちょっと政宗とか小十郎とか持ってないんですけど、そこに入れてあげるのは素直にいいかなと思います。で右側の方で女子姫で、あの女性を増やしてあげるというところが非常にね、あの素直な編成かなと思います。伊達政宗に使ってくださいっていうのが一つ見本的な使い方かな。重真小十郎そして鬼に綱元みたいな感じでつなげてあげるといいかなと思います。はい、まあ、ちなみにお姉さん、あのここですね、結構あの伊達家割と縁が強くて、伊達最上家とかね、生涯役長寿でここのラインもつながるし、片倉北も女子姫とつなげてあげると3ライン最上家姫教養ってつながるので、非常にまあ連鎖の高い伊達家の一族、結束が固いなと思って素敵だなと思いました。はい、で次にですね、まあ、あのここからは結構お遊びなんですけど、あの女性編成って夢ないですか？僕はあるんですけど、女性編成結構夢あるなと思ってて、よいしょ、あの織田信長につなげてあげるラインも結構面白いかなと思いました。うん、あの織田信長の、初期信長弓編成あるじゃないですか。そうするとここに機長が入るんですよね。はい、機長、まあ、信長を使いたいというよりも機長を使いたいんですけど、機長の下に縁が2つ流るので非常に優秀な役になりますし、こうやって女性ばっかりで固めるともうむちゃくちゃバフがかかるので、あのすげえぞと、この敵から攻めてきたこの信長やたらバフかかってんな舞台ができるかなと思います。機長が強いと思いきや機長の下に北が支えてるという恐ろしい舞台が完成するので、まあ、これまたね結構面白いかなと個人的には思いました。ぜひぜひ女性舞台ロマン砲ですので、はい、誰か作っていただければ幸いです。またこのこういう舞台にすると何がすごいかっていうと、あれなんですよ、内助とかかかって防御プラス 4% とかねかかってくるんですよ。怖くないですか、内助が何人かかるんだろうこれっていう。3人ぐらいかかったら防御も 11% かかるし、攻撃も 15% かかるしで、もう恐ろしい舞台になるので、この女性舞台、はい、作っていただければものすごいバフがかかって面白いんじゃないかなとは思いました。うん、献身とかかかったらね、それはそれで強いしねっていうところですね。よいしょ、やば。男性の場合攻撃防御外機動 15% ですよ。陣愛怖くないですか、この基調。うわー、これ使いたいな、この舞台。絢爛で女性の人数かける 2%、 これ6人だから 12% 攻撃にバフがかかって、で、陣愛で 15% かかったら 27% でしょ。この信長はちょっとやばいっすね。夢舞台っすわ、これ。っていうのは思いましたね。まあ、ここまでいかなくても、普通に鉄砲信長を使ってらっしゃる方とかだと、まあ、こんな感じで片倉北をつなげてあげてもいいのかなと思いましたね。これのいいところ。あれ、全然、なんだろう。ピンとこないなっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、武将名でやから人数が多くなってきてね、なんか探すのが大変になってきたんですよね。シューッと絞り込むのもね、うまくやっていかないとというところでございますけど、片倉北だ、よし、こんな感じですね。これ何かっていうと、こいつらね武略持ってるんですよね。武略、攻撃速度プラス 5% あって、でこの例えばガンモン氏郷も武略持ってるんですよ。これ3でしかも片倉北です。攻撃速度 15%
フルで活用できるので、まあ、あとは女性を淡々とこう入れといていただけるとね、なんかすごいバフもかかるしで面白い舞台になるんじゃないかなと思いますね。ガラシャあたり、ガラシャあたりはさっき言ったか、駒用紙の入れとくか。ねえ、こんな感じで。副将に、鉄砲 S の人だと、女性だとあんまりないですね。まあ、いや、適当でって感じなんですけど。こいつに、ニゴ姫に入れとくか。まあ、こういう感じの女性部隊を作っても、バフもかかるし、武略もフルで生きて、すごい部隊になるのかなと思います。そう考えてみると、織田信長との相性抜群ですね。うん。伊達政宗との相性はもいいのは当然ですけど、織田信長部隊運用されている方も片倉来ていただけると、まあ、機長との縁で強いし、はい、武略との縁でも強いしっていうところで、まあ、結構おすすめかなと思ってございます。はい、いかがでしたでしょうか。もう結構夢が広がりんぐな感じの片倉来た素敵な武将だなと思いました。いい感じに出していただいてありがとうございますというところですね。またはい、ガチャね、そんなにはそんなには僕引かないんですけど、ぜひぜひ他の武将も引いてね、政宗欲しいな、欲しいな、どう考えても来たら手に入ったら欲しいなって思ったりするんでね。武略持ってんじゃんこいつってね、まあ、繋げてくださいよと言わんばかりの、うん、口利きも持ってるしね、うん、使いたいなまあそんな感じで、はい、ガチャも適度に引きながら楽しんでいければなと思ってございます。すいません、今日はありがとうございます。失礼します。